リング上2人が揃いました。黄色いトランクスは陽介、そしてこちら金子あずさです。掴んだままでいないように自分で、ね、離してるけど、さて陽介は、まあ、関西ですから中村選手もご存じないじゃないですかね、はい、あ、そうですね、うん、1回スパーリングもさせてもらったことあるんで、はい、印象は残ってるんですけど、結構体幹が強い選手なんで、おそこがどう通用してくるかってところですね。なるほど、まあ、今ちょっと黒星が続いてますからね、はい、なんとか今日勝って流れを変えたいですよね。そうですね、右だけに当てる、右だけに当てる。さあバンタム級の試合を迎えました。ローキックを放ちました黄色いトランクス陽介です。そしてローです、金子。まあ金子はこのローもそうですけどハイキックも得意にしています。出てきます陽介、うん、右結構重たい音がしますよね。そうですね、結構低い音ですね、はい。まあ、今日解説の中村選手もスパリングをやったことがあるという膝陽介です。まあ、立ち上がりから手は出てますね。そうですね、今は陽介選手の方が手数は多いですね、うん、ミドルキック右ストレート。金子選手もしっかりガードもできてるんで、はい、拳が交錯します。だんだんこのパンチの距離になってきます。もう圧力は今陽介選手、ね、はい、そうですね、これも倒すようなパンチが入るかもしれません。右、ナイスミドル、はい、右でやってる、右でやってる、また蹴りの距離です。ローキックに対して左フック陽介、金子選手はこのローいいですよ、はい、これローをある程度打っといてその後ハイキックという可能性もあります。陽介プレッシャーかけます。今日本当に序盤からよくプレッシャーかけてますよね。そうですね、じりじり前で出て、はい、右、おー、続けて打つ、パチ陽介また右だ、おっと、おダウンだ、ダウンだ、引いてますね、引いてますね。さあダウンを取られました金子です。いや、右結構強いですよね。そうですね、思い切って迷わず打ってるんで、はい、続けて打ちました。あれいいと思いますね、はい、陽介の右、金子選手はもう足使いたいですね、うん、フィジカルではまた右吹く、はい、と陽介選手の方が上なんで、コーナーに詰める、下に来る、右、あー、いいな、ダウン、ノックアウト、右の拳で仕留めました陽介。いやー、最後は打ち抜きました。今日最初のノックアウトが出ました陽介。中村さん、はい、強烈な右でしたね。そうですね、最初から結構鈍い音鳴ってるな思ってたけど、うん、音がすごかったですもんね。直接入ったら効くんでしょうね、はい、拳硬そうですね。さあそれではリプレイで見ましょう。これ右続けて打ったところですね、はい、これがもうすでに効いてたようです。そうですね、これもここもろですね、うん、2回目同じ角度、最後テンプルですかね。そうですね、テンプル完全に打ち、この後ですね、顎いって、このガクッと崩れました金子、圧勝ですね。いやもう序盤からすごい音がいたしました陽介の重たいパンチ。1ラウンドノックアウト勝利を飾りました。選手退場。